はい、皆さんこんにちは、ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。今日はですね、いただいたご質問についてお答えをしていきたいなと思うんですが、こちらですね、間違ったエクササイズや食事方法を広めるインフルエンサー、過激な露出や誇大なタイトルで閲覧数を稼ぐようなインフルエンサーをケントさんはどう思いますか、というようなことなんですよね。こういった質問実は多くいただいていて、昨今どんどん誰でも情報を出せるようになってきたからこそ、いい情報もあれば間違った情報もある、こういうものに対して僕自身がどう思ってるのかっていうのを今回の動画ではお伝えできればいいかなというふうに思います。どちらかというと、普段見てくださっている方というよりも、これから情報発信なんかをしていこうと思われている方、トレーナーさんに対しての内容になってしまうかなというふうにも思いますが、ぜひお時間があれば最後まで見ていただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、冒頭にもお伝えした通り、少々間違った情報を発信してしまうようなインフルエンサーさんであったりとか、過激な露出で視聴をするような方っていうんですかね、あとは誇大な広告なんかで閲覧数を稼ぐ、まあ、そういったフィットネスインフルエンサーに対してどう思いますかというところについてお話ができればいいかなと思います。どうなんでしょうね、これは1日5分で腹筋バキバキっていうところだったりとか、最近だとお家でできるエクササイズ、そんな中でもね、ちょっとこれって解剖学的に間違ってるんじゃないのみたいなところ、あとは丸々食べるだけで痩せるとか、こういう内容なのかなとは思うんですけども、もしこういった発信をしているのがトレーナーとか運動指導者、栄養指導者であるのであれば、これはもう結論善悪に関わらず、事実と異なる発信をして危機感を煽るっていうところであったりとか、視聴者に誤解をさせてしまうような発信をする、これはするべきではないなというふうに思ってます。ただここで切らないでほしいんですけれども、僕をはじめ多くの方っていうのが、もっとねフィットネスの楽しさを多くの人に伝えたいっていうことであったりとか、僕であれば栄養学ですよね、あとは予防医学的な有効性っていうのを知ってもらうことによって、もっといいライフスタイルになるんじゃないかなっていうふうに考えて、フィットネス広めたいっていうことでね、やってる人って非常に多いと思うんですよ。その観点で言うと、冒頭お話ししたような発信をするスタイルの人っていうのも、いいか悪いかっていうのは一旦置いといた上で、フィットネスを普及する上では必要なんじゃないかなっていうのが僕の考えですね。ここは正直賛否両論あるんじゃないかなっていうふうには思います。ぜひ皆さんのね、お考えなんかもお聞かせいただきたいですね。僕もそうですけれども、フィットネスを広めたいって口で言うのはね、簡単だし、言ってる人もたくさんいるんですよ。ただここに関しては、僕も一発信者としてものすごいジレンマを感じていて、どういうことかっていうと、例えばですよ、有識者がエビデンスベースの正しい知識を発信したとします。でもそういった内容っていうのは、なかなかですね、無関心層、もうすでに興味を持ってる人っていうことではなくて、まだまだフィットネスに対してあまり知識ないよって人に対しては届かないんですよね。もしくは届きにくい。なぜならそういう人たちっていうのは、自分でわからないことを調べたりとか、ホエイプロテインっていうのかな、エクササイズの名称とかっていうのを検索して、そこにたどり着こうということをしないわけじゃないですか。僕自身もね、日本のフィットネスリテラシー、栄養学のリテラシーを上げたいと思って日夜活動しているっていうのは、過去の動画でもたびたびお話をしてますが、なんとかね、サムネとかタイトルを工夫して、まだあんまりフィットネスの世界を知らない人にも見てもらおうっていうふうに工夫をしたとしても、正直ここにはね、限界を感じてるんですね。それに対して、例えば某アイドルが SNS 上でね、お家でできるエクササイズやりましょうって言って、解剖学的に正しいとは言えないような、1日5分で腹筋バキバキみたいなエクササイズっていうのを発信する場合、確かにフォームも微妙ですと。実際1日に5分やったところで、食事管理をしてアンダーカロリーの食事っていうのを継続して行っていかないと、体脂肪っていうのは減っていかないから、これがすでに体脂肪率 30%、35% の人が1日5分やったところで腹筋バキバキにならないエクササイズだったとしてもですよ、いろんな意図でその人のエクササイズ、中には可愛いから見るっていう人もいますし、応援したいと思って見る人もいると思いますが、あんまり運動習慣がなかった人っていうのも、そういった某アイドルが発信をすることによって見るきっかけを得ますと。膨大なインプレッション数、50万再生とか30万再生とかで、これまで全くね、運動とか興味なかった人、無関心だった人っていうのが、その人きっかけで一部は運動習慣を身につけるっていうことは十分に考えられるわけですよね。もちろんね、発信にも良し悪し限度があるっていうのは大前提ですけれども、本気でフィットネスを広めたいと思ってね、日夜勉強をして一生懸命統計的に正しい知識を身につけようとしてる人からすると、こういう発信者を見るとね、おいおいっていう風に思う人は多いと思うんですね。実際僕も分かっていても、ちょっとこれどうなのって思っちゃったりもします。現実ね、
ただ結果としてフィットネスっていうのを普及させたりとか広められてるのどっちですかって考えた時に、後者である場合っていうのはかなり多いんですよね。なのでその点においては、仮にちょっと発信の方向性が説明足りないんじゃないのっていうふうに思ったとしても、僕の考えとしてはそこで頭ごなしに否定せずに、運動習慣を身につけたとかきっかけを与えたっていうその事実にフォーカスして、しっかりと認める部分は認めると、リスペクトするところはリスペクトするっていうことは僕らサイドも必要なんじゃないかなっていうふうに考えてます。ここはね、正直賛否両論あるところだと本当に思うんですけれども、入り口としてそういう人たちがきっかけでもフィットネスを知ってもらえるんだったら、僕たちとしては全然プラスになると思いますし、むしろありがたい存在なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。正直ね、エビデンスベースの解説とかって面白くないじゃないですか。面白くないっていうと語弊があると思うんですけれども、僕たちはね、一生懸命こう分かりやすく解釈をして説明をしようとしても、初めて見る人からすると、いやミトコンドリアって何それとか、プロテインって何それとか、解剖生理ってなんやねんって話じゃないですか。どんだけ噛み砕いて説明したとしても、ある程度の専門用語みたいなのはどうしても出てきてしまうと、それがきっかけで面白くないっていう風に判断をしてしまう人っていうのは一定数いるのは事実なんですよね。特にね、ちょっと分野は違いますけれども、僕が通ってた大学の先生の授業とか、正直クソつまんなかったですよね。その人の頭ではロジックが成り立ってるんだけれども、それを人に伝えるそのスキルがなさすぎて、こっちに全然入ってこないみたいな。なのでそういった分かりやすく翻訳して相手に伝えるっていうスキルを磨くっていうのは、こっち側の責任でもあるわけです。どうなんでしょうね、これはもう考え方の一つとしてあってはいいと思うんですけれども、そうやって一般の人に近い人っていうのがクオリティが下がったとしても、フィットネスに関する情報もしくはエクササイズっていうのを表に出すことによって、もともと無関心層だった人が潜在層、顕在層っていうところに変わってくると。で、顕在層まで来たら我々が何か参考になる知識っていうのが提供できる。もちろん全部の役割を僕らが担えればそれに越したことはないんですけれども、こういったね、役割分担みたいなところっていうのもあっていいんじゃないのかなとは思います。ただですね、やっぱり以前僕がこれツイートしたんですけれども、その時にコメントでもいただいたことで、当然発信してそれでフィットネスを知ってもらえるメリットに対して、正しい情報とちょっとずれたものになってしまうことによって相手に与えてしまうデメリット、これどっちが勝つかだと思うんですね。これが70点とか80点の情報だったら全然いいと思うんですよ。正直それ最適解じゃないけど、でもまあ言ってること大体合ってるよねぐらいのものだったら、完全にエビデンスに裏付けられてなかったとしても、それはそれでいいんじゃないかなって正直思っちゃいますよね。だけど例えばちょっとトリッキーなエクササイズで怪我をさせてしまう可能性のあるものを発信してしまうことであったりとか、あと健康に対して影響を与えてしまうようなダイエット方法を紹介されている方、こういったケースっていうのも少なくないっていうのは事実なんですね。なのでこの辺っていうのは正直バランスで、それを一般の方が判断できるのかって言ったらできないところの方が多いと思います。なので正直ここってね、かなり難しいところだと思いますし、今日の動画として結論がねパッて言えれば気持ちいいんですけれども、結局バランスだよねっていうことに落ち着いてしまうのは、本当にね、申し訳ないなって感じるところではありますが、やっぱりそういった方に関しても得意な部分があるし、僕らみたいな理屈っぽいタイプの解説者に関しても僕らの得意分野があるので、それぞれの役割っていうのを理解した上で、自分が疎い分野に関してはどんどんスキルを上げていくっていう、ここに関して努力していく責任義務っていうのは我々にあると思うし、逆に今はそこまで詳しくなくて、でもエクササイズを表に出すことによって見てくれる人がたくさんいるっていう人に関しては、そこからね、少しずつこう知識とか経験っていうのを上げていけば中長期的にはいいんじゃないかなと思ったりもしてます。はい、ということで今日の動画をねまとめていくと、そういった仮に正しいとは言えないエクササイズとかダイエット方法であったり、過激な露出とか誇大なタイトルで閲覧数を稼ぐみたいな発信者がいたとしても、それっていうのは頭ごなしにバッシングするっていう対象でもないのかなっていうところです。皆さんはここに関してどう思いますかね。結構複雑なところなので、いろんな考えを持っている方がいらっしゃると思います。ぜひご意見をお聞かせいただけたら嬉しいです。コメント欄でお願いいたします。ただやっぱりトレーナーとかね、運動指導者はダメですよ。しっかりねプロとして人に教える立場ですので、そういった方に関してはしっかりやってほしいなというふうに個人的には思っています。ということで今日の動画最後までご覧いただきどうもありがとうございました。こういう動画参考になったなと、面白かったなと思っていただければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディア、そして僕が運営する栄養の学校 NNC の方も引き続き頑張っておりますので、エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。